ですね、今日はお昼作っています。お昼作りますけど、これいきます。これでまた冷たいラーメン作ります。しなそばですね。これはなんだろう、 棒ラーメンみたいなやつですね。これでちょっと作っていこうかなと思います。はい、できました。これ冷やしラーメンですね。これはもうあっさり系の昔ながらの冷やしラーメンって感じで、棒ラーメンなんですけどね。こんな感じでできました。そしてこっちはあとこれ付け合わせ、出来合いですけど、スケロク寿司ですね。これもちょっとつまみながらこれをいってみたいかなと思います。美味しそうな感じですね。いってみます。今日もめちゃくちゃ暑いですね。すごい晴れてます。まず金麦、美味しい。じゃあこの棒ラーメンで作った冷やしラーメンですね。もうこのね、冷やしに今ねめちゃくちゃハマってて、これも冷やしで作ってました。いってみます。和な感じでいいですね。これはね、棒ラーメンなんてこういうね、そうめんみたいな感じですよね。そうめんでもいい、そうめんでも作れるんじゃないですか。これうまい、あっさりしてます。ちょっとね、これね、この前ね、作ったね、ローストビーフも余ってたんで、乗っけてみたんです。これ食べてみよう。いいですね。もう、太巻きですかね。太巻きいってみますよ。おいしい。うまい。ゆっくり食べます。めちゃくちゃ晴れてますよ。もうね、死の恐怖を感じる暑さですね。ほんとね、危険ですよ。これは昨日ね見たんですよ、あのグッと心にグッとくるでしたっけ、刺さる、歌詞の歌詞に特化した番組でね、モネちゃんとか吉岡さんが出るって言ってたんで、モネちゃんと吉岡さんがなんか一緒に出て、そこでなんか話し合うのかなとか思って楽しみにしてて、僕は録画してたんですよ。で、見たら別々の VTR なんですね。それぞれが刺さった歌詞を語るっていうだけなので、吉岡さんはユーミンのね、優しさに包まれたならをね、やってて。で、モネちゃんは僕はすごい意外でしたよ。エポですって、エポのウフフフっていう曲をね、選んだんですよ。だから僕はもう本当にそれをまたね、聞いてね、やっぱり上白石萌音ってすごいセンスだなと思いましたね。あれを選んでくるかと思いましたよね。だから僕はもともと何回もずーっと言ってるんですけど、萌音ちゃんは昭和ポップスが好きだとか、要は昭和歌謡好きだって言ってるじゃないですか。あの歌1、あの歌2っていうのをね、出してて、カバー集出してて、それをもう押し出してるんだけど、僕はずっと前からモネちゃんは、これモネちゃんが好きなのは昭和歌謡じゃないとずっと僕は言い続けてるんですよね。モネちゃんが好きなのはシティポップなんだっていうね、僕はもうそこはずっと思ってるんですよ。やっぱりシティポップですよ。ウフフフもエポも、エポはね、もう本当に完全にシティポップ歌謡曲ですから、ハチミツパイとか、もう山下達郎のシュガーベイブとか、まあ、その流れを組んだ女性シンガーだから、まさにそこですよ。もう本当に都会的な爽やかなサウンドっていうところですね。あれ多分なんか化粧品の CM ですよね。で流行って、まあ、ベスト10なんかにも多少出てたけど、子供の頃だからいまいちわかんないじゃないですか。何を、ああいうふうに。どういうジャンルなのかな。まああれは今考えるとシティポップなんですよね。本当に山下達郎さんの流れがある、おしゃれなっていう、都会的センスのあるっていうやつで、それをね、モネちゃんが選んでるのがね、もう本当に僕はね、すごいなと思います。エポって言えばね、まあ、ウフフフも有名ですけど、やっぱり僕はね、ひょうきん族のね、テーマ曲のね、ダウンタウンですよね。金属が終わった後に、全部終わって流れて、なんだ色のってやつね。黄昏れ、ダウンタウン繰り出そうって曲あるじゃないですか。あれエポですよね。で、あれはもともとシュガーベイブっていう、山下達郎さんがボーカルやって、リーダーやって、出てた
伝説のねバンドのね名曲なんですね。それをエポがカバーして、それをなぜかひょうきん族が、エンディングテーマで使ったっていう、テーマ曲で使ってるっていう。まあだからそこからしてもね、ひょうきん族っていう番組はね、斬新だったと思いますよ。やっぱりバブル経験、日本が一番良くなっていく過程の番組じゃないですかね。1970年代後半からもう80年ぐらい、本当に漫才ブームの真っ只中にできた番組なので、漫才ブームって1980年ぐらいじゃないですか。で、そのあたりに、もう完全に日本の経済がね、世界のね、世界のトップに躍り出るっていう、もう前夜ぐらいの、東京っていう街がすごくおしゃれな街だよ、世界最先端の街だよって、もう本当に今の中国以上に勢いがあった時代の、本当にこう舞い上がってた頃の日本なんで、それのテーマ曲としてエポのダウンタウンが流れてたっていうね。それぐらいのこう、なんていうんですかね、日本が変革するおしゃれになっていくっていう時に出ていた人の一人ですよね。そのエポの曲をモネちゃんがあえて選んで、それの、特に2番のね、あそこの部分がグッとくる歌詞だっていうのを言った時にね、まあなんてこの子はセンスのいい子なんだと。ツイッターでもね、ほんと23で、なんでこんな曲を知ってんのみたいな感じの、ざわ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 してましたけど、あれ誰が教えてんのかなと思って。モネちゃんもしかしたらものすごいセンスのいい、ちょっと付き合ってんじゃないのかななんて、ちょっと僕は心配になったりしましたけどね。まあそんな感じで良かったですよ。というか、でもただ、ものすごい短かったんで、出番が。2時間あったうちにほんとね、5分ぐらいの話だったんで、録画するまでもなかったなぁと思ってるんですけどね。まあそんな感じで、ぼちぼち今日も語っていきますよ。では、おい、おい、おい。まあ、ネットは別としてテレビに対する方が多くはですか、ちゃんとその問題をご自分で調べて、これの問題をネットって調べるだろう、ねちゃん、それを良くも悪くも自分の考えでリスクを背負ってテレビに対するわけですから、安直に正義を見直してるようなことはそんなにいらっしゃらないと思いますけれども、ね、ねちゃん、何なんでカメラ向けるといきなりこう見ないの嫌げるのね。お兄ちゃん、お兄ちゃん、お姉さん、ひばっこ、行くか行くか、遊び行くか、キャンプ行くか、行くか、まだ暑いね、まだ暑い、もうちょっと夕方になったら行こう、見てね、見てね、涼しくなる。